ありがとうございます。今日は夕飯食べ過ぎました。でも美味しかったから OK です。美味しかったから OK です。明日から頑張ります。そう、最近ちょっとね、ちょっと食べ過ぎかなってちょっと思う時があるんですよ、結構。そう、だからちょっと気をつけようと思ったけどね、もう初日から気をつけられなかった。テヘペロ。でも夕飯がなんか思ったより量が多くて、ちょっとこれは予想外だったなって思って。そう、夕飯とか、夕飯が今日何なのかとか聞いて、お昼ご飯を調節してるんですけど、私は。そう、なんか、あ、夕飯が思ったより量が多かったなって思って。もうでもそれはもうね、私も、もう防ぎようがないもん。もうなんかね、あれだから食べたんですけど、結局。ちょっと食べ過ぎたな。反省です。はやちゃんさん。これはなんだ？猫の餌かな？猫のご飯。猫のご飯ありがとうございます。夜ご飯何が出てきたら上がりますか？鍋？まあ鍋もそんな食べないんですけど。そうだな。ヘルシーなものが出てきたら上がるかな。テンションが。あんまヘルシーじゃないものが出てきたらちょっとテンションは下がるかもね。基本的に一番昼に食べたいからさ。あんま夜はそんなに。っていうのが理想ではあるんですけどね。まあそういうわけにいかないんだよね。だからどうしてもお昼ご飯が一番少なくなっちゃうんですよね。そうなんですよ。それがちょっとね、困っちゃうんだよな。それで親になんかめちゃめちゃ心配されるけどね、大丈夫ですって感じなんですけどね。まあ、やっぱ高岡家がね、やっぱ夜一番食べるからさ、どうしても私とね、私のその希望と変わっちゃうから、なんか私がすごい無理してるみたいに見えるけど、いや私お昼食べてるからってなるんですよ。そう、初見さんありがとうございます。好きな声優さんは、そうですね、私はなんかその、絶対この声優さん、この声優さんの追っかけしてますとかっていうのはないんだけど、小林優さんとか、沢城みゆきさんとかが好きですかね。竹内純子さんも好きなんですけど。まあでもそんな感じかしら。
本真綾さんなんですね。坂本真綾さんは私結構なんだろう、一番まあさくらちゃんの主題歌を歌ってらっしゃったもあったので、それのイメージが強いんですけど、あれかな、オーラン高校ホストクラブとか、のイメージが強い。うわー、何何、はい。びっくりした。玉国さん、猫の餌っていうのあれだから猫のギフトにするね。猫のギフトありがとう。びっくりした。でもさっきのエフェクトはこのすっぴんじゃきついわ。ゆうやさん、ダブルハートありがとうございます。ちょっとすっぴんだときついわ。竹蔵にハンガーをプレゼントしてあげて。何？ハンガーなくて困ってんのかな。それは竹蔵にですか、それとも湯本さんにですか。どっちなんだ、どっちなんだ。何の話したんだっけ。ああ、何の話したんだっけ。食べ物の話をしてたのは覚えてるんだけど忘れちゃいましたね。でもやっぱその最近なんかも、なんかもうちょっと昔みたいにさ、なんか自由気ままに食べたいんですよね。なんかやっぱそれがちょっと怖くな、なんかビビっちゃうようになっちゃったんですよね。そうなんですよ。なんかもうちょっとね、なんか何も気にせずに食べるっていう機会を増やしたいんだけどね。ちょっとなんかなかなかそういうわけにも、今日は何も気にせず食べるぞって思ってもやっぱ気になっちゃうみたいなことは多いからさ、なんとかしたいんですよね。そろそろいいかしら。うん、ベリーグッド。いつ頃からそうなった。去年の2月とかからですかね。やっぱそういう食事制限を始めてからそうなったかなって思います。はやちゃんさん、小判ありがとうございます。あ、さゆでございます。そう、よいしょっと。飯田ひろゆきさん、猫さんありがとうございます。まあでもね、なんか食事制限じゃないけどね、食事管理始めてから好きなもの増えたしね、お魚好きになったし。そうなんですよ。ほうれん草も結構食べられるようになりましたし。はいちゃんさん、ダブルハートありがとうございます。そうなんですよ。だからいいこともいっぱいあるんですけどね。あ、ゴリって言いました、背骨が。まあでも魚は焼き魚が一番好きかな。うん、塩焼きが好きだね。塩焼きっていうか普通に焼いただけのが好きですね。サバも鮭もシシャモもタラも。お刺身は好きだけどね。はいちゃんさん、バラナイスありがとう。そう、なんかやっぱり魚を食べる頻度が増えましたね。そうなんですよ。それはいいことではあるんだけど、なんかもうちょっとね、気兼ねなく食べたい気もする。そう、
おやつに食パン2枚食べてたぐらいの頃に戻りたい、ちょっとだけ。いやそれはさすがに食べ過ぎなんですけどね。そう、でもやばいよね、おやつに食パン2枚って。でも食パンって美味しいよね。そう、あ、2期のパンフレット届いたよっていう声が多いですね。みんなでさ、2期のパンフレット見ない？そわそわ。ゆうやさん、馬ありがとうございます。ここで共有メルメると一気に堕落しそう。なんかそれのそんな感じもあるんですよね。あ、でも結構今日届いたよっていう方多いですね。見ましょう。じゃあ待って、私持ってくるね。よいしょ。みんなにサイン書いてもらおうかな。ここでそんな大きい声で言うことでもないけどな。あのパンフレット3月になったら買うっていう方もいらっしゃるから、みんなで見るだけにしましょう。本当に見るだけ。あのいろいろ、あのこの写真ってこういうシーンだよね、ペチャクチャペチャクチャではなくて、なんか例えば何ページ目のあの下から2番目ぐらいのこの写真はとかっていう、あのあれにします。ちなみにパンフレットはこれです。ピンクの可愛いやつですね。3期になったら、3期になったら何色になるんだろうねっていうか、そう、あ、じゃあみんなのお気に入りの写真を教えてください。コメントに書けるかな。どうやって書けばいいかな。うちのお父さんとお母さんはね、なんかあの最後のあの歌詞カードの、あの歌詞カードじゃない、歌詞のページのあの一番最後の M12 我が使命のこの写真が結構好きですね。まあこれあのちょっとマイクがね外れて、ちょっと、あ、これは大晦日公演の時だなって一発でわかる写真なんですけど、そう、このね写真結構好き。この写真よね、絶対お正月のさ、あのお正月のデザインに良くない？これ、そう、お正月のデザインにいいよね。そう、絶対いい。これでさ、右上に金河新年とか書いたら絶対いいと思うのよ。そう、とかみんながね希望してた、あの写真も希望してたっていうか、あの写真もありましたね。あのその歌詞カードの歌詞の歌詞が書いてあるページの右の隣のページ、違う、歌詞書いてあるページの前のページ、あのアドベンチャーとか書いてあるページの前のページのこのね、あの下半分の一番右のあれもさ、これもねなかなか踏まれてる人がいい顔してる。どんな写真かちょっとほぼ言っちゃってるようなもんだけど、なかなかいい顔してる。いいね。でも私もいい顔してるもん多いですよ。そう、しかもこのなんかいろいろ舞台写真盛り込まれてるんですけど、その中でこのシーン私だけだからね。そうなんですよ。皆さんどの写真がお気に入りですか？それ、この写真がお気に入り？私はやっぱさっき言った写真がすごいお気に入りですね。あ、でもね、その下の方でなんかめっちゃあのおじさまとてっちゃんとお父さんがすっごいいい顔してるこの写真も結構好きなんだけどね。めっちゃいい顔してる。本当にいい顔してるのよ。顔がねいい感じに崩れてはないけど、もう必死だよね。もう必死です。この時はなかなかいい顔してるよね。そう思うとおじさまも芸能人さんもいい顔してる。でもやっぱこのてっちゃんがいい顔してる。めちゃめちゃいい顔してる。で、あとは私個人的にお気に入りなのはこの M4 から M6 の C のあの歌詞が載ってるページの一番下
この写真も結構好きなのよ。あ、私こんな顔してるんだこの時ってめっちゃ思いましたね。そう、袖の躍動感、でも袖のこの躍動確かにめちゃめちゃいいね。めっちゃ綺麗じゃない？なんか素敵だわ。なんかこれ模写したいぐらいだもん。左右を忘れずにね、冷めたら一番嫌だから。でこのさっき言ったこのね左半分のページの真ん中ら辺にね、おきくちゃんと私のあの曲の時のあの右ページじゃないよ、左ページ、右ページにもおきくちゃんと私の写真あるけど、あの真ん中の方にね載ってる、これもねいい写真よね。いやーね、なんかこういう舞台写真のもっといろいろ見たいけどね。なんかあるじゃん、今度配信ありますっていう時画像貼られるじゃない。あの時私どの写真使われるのかなってちょっと楽しみにしてます。ワクワク。それじゃあルンテツのあのページに行きますか。ルンテツじゃない、高岡薫のページに行きましょう。はい、これはね私てっちゃんのこの再現度をね、どれだこの再現率ちょっと上げたくて頑張ったんだけど、どうです皆さん。あの結構ね、あの出番来るまでもう鏡見ながら、私待ち受け、あのジョーマイラブのビジュアルの待ち受けにしてるんですけど、それをね鏡にこうやって映し出して、あーこうかなみたいな感じでめちゃめちゃ頑張ったんですよ。どうですか。そしてこのね短くないもん。ちなみにこれ60字程度だったけど、私これ79とかでした。結構あの結構オーバーしてたんですけど、なるべく守って頑張って書いたこの短いね意気込み。そう、え、めっちゃね、そう、やっぱ再現率上げたかったんですよ、本当に。だからすごい頑張って練習してたの。そう、やっぱこの写真撮るときは高岡薫じゃない、やっぱてっちゃんだから。だからもうあんま歯を見せて笑ってないん、それはあんま気のせいかでもなんかあのね、目はキッとはしないんだけど、そのあの何だっけな、ねやっぱ目は割とキッとして、あ、もうそうな、首がもうちょっと傾いててもよかったけど、あんま傾けなくてもいいんじゃないってお母さんは言ってました。で、なんだっけ、そうなんですよ、だからそのキャストの写真あるじゃない、私のあの時もさ、やっぱなんか印象違うねって言われたんですけど、やっぱその時めっちゃちょっと目力意識したりとか、絶対に歯は見せないぞと思ったりとか、そう、もうね、あの目をこうやって見開いて、ちょっと眉もねクッてやったんですよ。眉がちょっとクッてなるようにクッて頑張ったから、もうねこう基本的にブロマイドもそうなんですけど、あの時は基本的に高岡薫としては撮ってないです、私は。そう、あ、でもそうね、右手の添えもめっちゃ頑張ったの。ちょっとあの手の添え具合でも結構いい感じわかんないけどさ、そう、あの 手もねめちゃめちゃ頑張って、そうなんですよ、絶対歯は見せないぞと思いましたね。頑張りますの頑張るはひらがなじゃなくて漢字でもよかったんじゃないかなって思うんですけどね。なぜひらがなだったんだろうか。そう。そしてね、この左半分のこのページ。髪が長い。髪が長いね。もう。ビビる本当に、この今の今こんなに短いけど、コポコポコポってなった。飲みながら喋るとめちゃめちゃ溺れてるみたいになっちゃう。そう、なんかやっぱゆうなとやねがねすごい長いから、なんか私すごい冷たい人間に思われてないかなってめちゃめちゃ不安になるこの感想の量、感想じゃない意気込みの量、冷たい人間だと思われてないかなってめっちゃ不安になります、個人的にそう、ちなみにこの洋服、シャツはね、あの私の好きなアクシーズファームと
ディズニーの不思議の国のアリスのコラボのお洋服なんですよ。え、めちゃめちゃ襟可愛くない？そう。え、でもちゃんと時数制限あったのよ、60時程度っていう。まあ私はもうほぼ80時だったんですけど、数えたら。でもそれをね、守るように頑張ったのよ、60時程度。うん、だいぶ越してるから60時程度守れてないけどね、守れてないけど守るつもりで頑張ったの。そう、でもこれね、すごいのがちゃんとほくろ残されてんだよな。結構私ね、宣材写真とかほくろ消されるんですよ。消されるっていうか消える。そう、両目の涙袋はチャームポイントなのに消されるというか消えちゃうからさ、なんでなんだろうね、それが難しい。めちゃめちゃ可愛いお洋服じゃない？でこれ下ね、ズボンなんです。実はこれお話し会では履いたんですけど、まああんまりね映ってないからちょっとあれなんですよ。これ実はズボンなんですよ。めちゃめちゃねいいのよね。割となんかスカートに見えて実はズボンですみたいなの好きです。そしてね、ここにプロフィールも載ってありますから。そう、面白いことに今回のてっちゃん特にみんな楽器なんですよね。そう私バイオリン、あやねピアノ、ゆうなトランペットっていう、みんな楽器。そう、ありがたい、伊予観光大使のこと書いてくださってる。うれぴー。そうだから3期がね、何色になるんだろうね。白まさかの。だって青ピンクときたらもう白しかなくない？わかんない次何なんだろうね。また青かな。いやでもそんなことある？そう、それが気になるんですよね。黄色か。やっぱこの万次郎さんのこの太陽のですかね。これ。見せ方雑今の。え、このさ、直哉さんと天野さんのさ、なんか食べてるやつめっちゃ美味しそう。そのパティスリーカフェの。めっちゃ美味しそうじゃない？これ、いちごの何？オムレツみたいなやつ何？食べに行こう。え、美味しそう。ちょっとみんな調べてみよう。もう結局食べ物の話になっちゃうんですけど。カラスのカーコさん、猫さん、ありがとうございます。まあね、私食べ物の話するのは好き。でも食欲に私の胃袋が伴ってないんですけどね。だから私ね、ぶっちゃけ食いしん坊では全くないんですよ。そう言わせていただくとね、そう、全く食いしん坊ではないの。食べ物の話相当するけど、マジでね、そんなに食べない。パティスリーミユっていうところです。これミユって読まっちゃう。そう、なんかこのね、なんかいちごのオムレツみたいなね、かわいい、おいしそう。アイス乗ってる、おいしそう。好きなものは後で食べるタイプ。あー、なるべく後に取っておきたいかもみたいなタイプです。実際はちょっとね、わかんないんですけど。美味しそう。カヌレの写真もあるけど、これは今でも売ってるのかしら。私カヌレ好きなんです。え、行きたい。
え、行きたいの？いちごパフェ？え、行きたいの？いちごのせすぎパフェ？え、めっちゃ美味しそう。え、食べたい。定休日は月曜日、分かりました。もう早速行こうとしてる。ね、天野さんの靴かっこいいな。こういう靴欲しいや。靴、靴の話になった。そうで、あとユモティさんとルンルンさんが撮ってるお店も行ってみたいんですけど、行ったこと、そう、行ったことないんですよ。だから行ってみたくて。そう、気になるね。そう、今回は結構舞台写真が多くてインタビューはないんですよ。ためた。インタビューはちょっとないんですよ今回は。そう、舞台写真、その分舞台写真が多いです。はい。そう、私も最初一気に横内さんとの対談があったから2期もあんのかなって思ったけど、なかったですね。でも横内さん忙しかったのでね。そうか、そう。なんかな、この写真大晦日公演の時に撮ったんですけど、なんかそれ見てるとなんか難しくなっちゃうな。なんか寂しくなるわ。なんか寂しくなっちゃうな。初見さんありがとうございます。いやでもいい歌詞。普通に見ちゃってるっていうね。そう、ねえ、本当にいいな。このパティスリー、パティスリーカフェミユはいずれ行こうと思います。ね、よいしょ。3期はね、何色になるのか皆さん乞うご期待です。何色なんだろう。そうなるとさ、あのタオルの色も変わるじゃない多分。それが何色になるんでしょうね。だって青とピンクで、ピンクと青じゃん。そしたら次は何になる。黄色と白、白と黄色。あ、でも黄色見づらいな文字だと。まあどうなるかお楽しみですね。でまた青とかかな。どうなんだろう。でもそのジョンマイラブのもう色の要素あんまないもんね。だってもう青ピンク青ピンクって感じだからさ、どうなるでしょうかね。これね、一期のてっちゃんの
これも書いてあるけど、これは何時以内なんだろう。そんなことばっかり考えちゃう。何時程度なんでしょうか。なんか100時ぐらいにしてほしいな。ちょっとやっぱ何十時はちょっとね少ないんだよな。100時ぐらいにしてほしいかも。100時程度だったらまだいいかな。100時はでも多すぎかしら。でも気がついたら100時なんて越しちゃうんですよね。そう、ユモティさんにハンガープレゼントしてあげてって言われたけど、私も自分自身にハンガーをプレゼントしなきゃな。最近ねハンガーがちょっと足りないなって思い始めてるから、ちょっとね買おうと思ってるんだよね。明日あやてつ見に行きます。あやね明日で最後だっけ。あれ明後日明日あたりだよね。もうすぐでユーナですよね確か。いってらっしゃい。あさってか。ゆうながあさって、ん違う、あやねが明日まで、あさってまで、ん自分で混乱しちゃってるね。え、あやねのもね、私初日のしか見てないからさ。そうなんですよ、久しぶりに見たいな。はいちゃんさん、バラナイスありがとうございます。さっきマーズのチキンカレー食べてきた。いいな、私もマーズのご飯が食べたい。食べたいでござるね、マーズのご飯。そういえば今日は猫の日らしいですよ。でも2022年2月22日ってすごいよね。そう、まあでもだからって言って私何かしたかって言われると何もしてないんですけど。皆さんは猫派ですか犬派ですか。私は どっちか選べと言われたら猫派なんですが、まあ、猫が特別好きなわけでもないですね。まあ、犬はね、なんか犬は別に嫌いじゃないんですけど、マジで。そうだって、あの犬のさ動画とか見てたらすごい癒されるんですよ。ただやっぱちょっとね、ワンちゃんはね、自転車漕いでる時とかね、あの向こうからワンちゃん来たらこっちに寄ってくるのがちょっと怖くて、そう、危ないから寄ってこないでってなっちゃって。そうなんですよ。危ないからこっち寄んないでってなっちゃった、本当にね。でもワンちゃんは嫌いではないですよ、うん、一時期猫好きだったけどね、今そこまでじゃないんだよね。そう、私は好きな動物っていうのがあんまりいなくて、だからね、あの好きな、なんか結構好きな動物なんですかって言われた時に、私一応答えを用意してて、好きな動物なんですかって聞かれたら、隠れクマ、クマノミとジンベエザメですって答えてます。そう、あんま好きな動物っていうのがいないんですよ本当に。そう、まあどっちもお魚なんですけど。まあね、昔レッサーパンダ好きだったりとか、
したんですけどね、あんま動物園も行かないしな。マジだって飛べ動物園以外の動物園どっか行ったことあるっけ？ない？ないね。ないっけ？でも飛べ動物園以外の動物園に行った記憶が本当になくて、そう。ないね。ないよね。他県の動物園に行くことなかったから、マジで。そう。水族館はね、海遊館と海峡館と美ら海水族館がありますけど、まあ8割美ら海水族館なんですけど、行った回数的には。そう、8割でもそのぐらいね。え、確かに動物園、飛べ動物園以外行ったことないな。そう、飛べ動物園っていうのが愛媛県にはあるんですよ。でも飛べ動物園も最後に行ったの小学生とかだから、本当にめちゃめちゃ前ですね。久しく行ってないな。本当に動物園行く機会ないね。上野動物園は行ったことないですね。天王寺、天王寺、天王寺ってどこだっけ？分からんわ、ごめんね。そう、本当に動物園はマジ飛べ動物園以外ないですね。だからそのみんなが動物園行く回数を私は水族館に全部持って行ったから、美ら海水族館何回、十何回は行ったよ、割とマジで。十何回は嘘かな、でも10回前後ぐらいは行ったんですよ。だからその動物園行ってないけど、その分水族館にも行ったみたいな。天王寺は大阪府。大阪に動物園あるの？すごいね、大阪水族館もあるし動物園もあるじゃん。でもそれ言ったら東京も水族館もあるし動物園もあるか。そっか。なんかあんまり大阪の動物園のイメージない。あれ、サファリパークは九州だっけ？違う、それは海卵だっけ？あれ？あれ、海卵って水族館でしたっけ？海卵は水族館だよね。あれ、サファリパークじゃない。なんだっけ？あれ、サファリパークなんてあったっけ？海卵は大分の水族館か。サファリパークはいろんなとこにそれあるよね。ちょっとおバカだわ、どうしよう。そっか、パンダは上野と和歌山にはいるんだよね、確か。そう、でもそうね、全然だ、パンダを生で見たことないんですよ私。そう、マジで飛べ動物園しか知らないからさ。でもホワイトタイガーとかホッキョクグマとかは見たことありますよ、生で。あ、神戸にもパンダいるんだ、へえ。そう、パンダね、生で見たことない。でもあのシャンシャンが生まれた時にさ、友達がなんかシャンシャンのなんか見るやつの抽選当たったから行ってくるわっつって言ってましたわ。そう、当たったんだっけ、なんか当たったような気がするんだけど。そう、
それもめっちゃ前だよね。だって今双子のパンダいるもんね、赤ちゃん。違うっけ、いたと思うんだけどな、いたはず。でもパンダのねグッズはちょっと興味あるんですよ。あんまり持ってないんですけど、そう、いや違う、あれだ、とべ動物園は中学生の頃に遠足で行ったんだ。でもそれ以来だわ。それでも結構前でしたね。7年ぐらい前、違う8年前、9年前、え、怖っ、9年前、え、めちゃめちゃ怖いんですけど、え、ゾッとした、今めちゃめちゃゾッとしたんだけど今、え、怖っ、怖っ、うわ、マジか、え、いやでもそうだよね、だってその時2013年じゃん、で今2022年だからさ、あ、そうな、そっか。黙りました。黙ってしまった。うん、デビュー前です、中1だから、そう、中1だよね、中1、玉国さん、サイリンもありがとうございます。その時に遠足の班がね、今の親友が同じ遠足の班でした。そう、なんか何だったっけな、最初話したきっかけは下敷きが一緒だったんですよ、マジで本当に全く一緒で、センチメンタルサーカスの下敷きが、多分それきっかけで話すようになったのかな。でもそれと遠足のタイミングが一緒だったかどうか覚えてないんですけど、そう、遠足もねなんか一緒に回って、その同じ班だったから、動物園もある班が、懐かしいな。親友はね、そう、めっちゃ良かったって言ってくれて、ジョン・マイ・ラブの初日に見に来てくれたんですよ。そう、なんか見に来てほしいなっていうのは言ってて、そう、ちょっと恥ずかしい、言うの恥ずかしかったんだけど、せっかくだからって思って、ちょっと見に来てほしいなって言ったら、言って、なんか見に行けそうだったら行きたいっていう風に言ってくれたんですけど、まさか初日に見に来てくれるとは思わず、そう、明日見に行くねって言われて、えーってなってまさかの初日ってなって、そう、まあずっこけたところを見せてしまったんですが、ふふ、
そう、最初ね、その連絡、明日見に行くねって連絡もらった時も飛び跳ねまし、なんかびっくりしすぎて、そう、こ、あのもう膝から崩れ落ちたよね、本当に。そうなんですよ、びっくりして、本当にマジで。そう、そう、なんかなんとなく、なんかそのすごい仲いい子にさ、私がアイドルしてるの見られるのちょっと恥ずかしくって、正直言うと。だから今までその、まあ、イベントはさ、結構イベントになんか 見に来てねと言ったこともないし、コンサートも招待したことがなくって、そうなんですよ。なんかやっぱそういうのってすっごいめちゃめちゃ仲いい子じゃなくって、なんかまあなんだろう、なんだろうな、なんかすごいめちゃめちゃ仲いい子とかだとすごいなんか気恥ずかしくて呼べなかったんですよ。うん、カラスのカーコさん、バラナイスありがとう。でもそう、なんだっけ、あれだな、なんかその親友からテレビで見たよって連絡くれもらって、でそれでなんかもし時間あったら見に来てほしいなみたいな。そう、でもなんかその日程とかは伝えてなくて、なんか日程とか伝えたらなんかめちゃめちゃ見に来てほしそうにしてるの、なんかちょっと嫌じゃないかなって思ったら、明日見に行くねって言われてびっくりしてそう、飯田ひろゆきさん、バラナイスありがとう。まだその時に日程発表されてなかったし、私も知らなかったんですよ。まだその8月とかめちゃめちゃその8月だ、いつだったっけな、なんかめ本当に発表された時とかだったから、その坊ちゃん出ますとか、まだ1期しか発表されてませんみたいな。ゆうやさん、だるまありがとうございます。そう、本当はね、もっとその親友だけじゃなくて他にも仲いい子いるから、その子にも見に来てほしいなって思うんですけど、まあ音信不通でございますはい、音信不通なんですよ。まあ元から全然連絡取らないんだけど、音信不通なんですよ初見さんありがとうございます。はやちゃんさん、だるまありがとうございます。そう、私の仲のいい子はね、みんな割とね、そんなに頻繁に連絡取らないタイプ、私がすごい一方的に送ってるタイプなんで、あんまそんな気にしてないんですけど、ちょっと音信不通なんですよね、ちょっと心配になるレベル大丈夫かな。最後に会ったの3年ぐらい前かな。うわ、ま、マジか、めっちゃ前。でも親友に会ったのもいつが最後だっけな。いつだったっけ、忘れたわ。ああ、あれね、その今の子は違う子の話ね。その仲いい子とは音信不通なんですけど、最後に会ったのがほんと3年前。親友とはね全く話せませんでした、公演後は。はい、直接会うってこともしなかったから、本当はね会えたらよかったんだけど、ちょっとね直接は会えなかったからさ。初見さんありがとうございます。まあでもなんかそんなね、なんて言うんだろう、まあそりゃね、人の連絡取るペースなんてそれぞれだから。まあ私の場合多分全く会ってないんだけど、私結構送るタイプだからさ、逆にでも親友はそんなに送らないタイプだから。あ、でも親友はね、割とここ1ヶ月以内で連絡は取りました、この1週間以内ぐらいでね。そう、
でもそのもう一人の仲のいい子とはもう1年以上は連絡取れてないかな。そうそう、だからね、そうメッセージ送ってもね既読がつかないから、ああ生きてる大丈夫かなってめっちゃ不安になるんですけど、そうそう、最近連絡来た内容が、あのアンスタのゆうたくんの髪型変わったけど生きてるって言われました。そう、いやちょっとねびっくりしたよねっていう話をしましたね。そう、でもその親友には直接会えたのはもう結構前だからさ、そうなんですよ、久しぶりにね本当は会いたいなと思うんですけどね。オニール大佐さん、バラナイスありがとうございます。うん、よいしょ。そういえばなんかさ、インスタでさ、あの学校が同じだった子が成人式の時の写真あげてて、あ、みんな成人式行ったんだなって思いました。そう、びっくりした、意外と成人式行ってる子が多くて、私はびっくりしましたね。という喋り方をしているということは、私は成人式行ってないです。はい、行ってないですね、成人式は。まあ行けたら行こうかなとは思ってたけど、普通に行けませんでしたね。そう、なぜならね、お仕事があったから。はい、まあでもなんかそれ知ったのも結構ね、いつだったっけな、2週間ぐらい前、あ、成人式やるんだって思って。そう、でももうその日ね入ってるからね、もう仕事、まあ別にいいやって思って。そうなんですよ、まあね、別に行ったってそんな、私の親友とかもそんな成人式に行くようなタイプの子じゃないからさ、うん、まあ別に行ったってっていう感じだったんですけど、お仕事、違います、仕事です。そう、まあちょっと仕事の内容をねちょっと言っちゃうとちょっといろいろあれだから言えないんですけど、あ、なんかもうこれから発表されるようなお仕事じゃないです、もうすでにあのもう世に出回ってるお仕事、出回ってるお仕事って意味わからんけど、そうなんですけど、そう、でも後でそれを知って、後でっていうか本当1週間前とかに知って、うわ全然私の耳に入ってこなかったぞ成人式やることみたいな。それだ、そしたらみんな意外と成人式言ってて、で写真とかも上げてたけど、まあそうね、ちょっともう顔わかんない人がもうちらほらいました、ごめんなさい。そう、女の子ではそんなになかった、男の子でさ、まあそりゃ私共学だったから、高校は中学もなんだけど、だからそりゃ男の子もいるわけなんですけど、申し訳ないんだけどね、ちょっともうわかんない子が結構いて、この子誰だっけみたいな子が結構いてね。そうね、はい、やっぱでももう会わなくな
卒業してから3年ぐらい経つわけだから、そりゃ分かんなくなるか。あるあるなんだ、よかった、私だけじゃなかった鬼レタイスさん、タコナイスありがとうございます。そう、同級生だけど本当誰か分かんないみたいな、マジで誰って思って、うん、まあ私はね、まあ、今治の成人式でね、皆さんおめでとうございますっていう方をっていう、なかなかできない体験をさせていただいたので、もう私も成人式には参加してますよ。でもびっくりした、なんか目の前に座ってる子たちみんな大人っぽくない？本当に私と同い年って思いました。まあでも気持ちは17歳16歳ですから。ドヤ顔で言うな。初見さんありがとうございます。気持ちは10代なんでそう、そう、その時ね、あのてっちゃんの出の M2 を歌わせていただいたんですけど、実はあの赤の衣装でやったんです。そう、赤の衣装で一人で盾をしましたすごくない？なかなかない体験ですよ。そう、それがね、初日み、あのプチ初日だったんですけど、そしたらルンルンさんがプチ初日おめでとうって言ってくれました。ありがとうございます。でもね、やっぱカエさんとアマンジロウとの共演は嬉しかったですね。共演させていただいたのは。そうなんですよ、でもみんながね、振袖めちゃめちゃ可愛かったし、そう、なんか結構お団子、ツインのお団子みたいなのしてる方も、ツインテールしてる方もいらっしゃったんですけど、めちゃめちゃ似合ってたの。でもやっぱその、やっぱ振袖もさ、なんかすごいわーっていう感じじゃなくて、なんかちょっと可愛い感じ、そのなんか可愛いの、可愛いとわを組み合わせてすごいいい感じになってて語彙力がないんですけど、ツインテールもめちゃめちゃね、振袖似合ってた。そう、ね、っていうなかなかない成人式のいい思い出を語ったところで、今日はここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあランキングを読んでいきますね。急に終わる。13位フッソさん、12位飯田ひろゆきさん、11位マモさん、10位ロミツさん、9位夏目さん、8位竹蔵にハンガーをプレゼントしてあげてさん、7位カラスのカーコさん、6位ファンキーキャットさん、5位オニール大佐さん、4位カメムシ兄さん、3位 TKHKG さん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけで今日も見てくださってありがとうございました。また明日、おやすみなさーい。またねー。ありがとうございました。おやすみー。